パンパン、よし。今までね、実は家のこの電気を消すリモコンがあるんですけど、これの電池がもうずっと結構前からもうないんですよ。ないけど、この電池を買ってくるのがね、すごくちょっとめんどくさがっていて、私ずっとこう今ね、こうやって押しても消えないじゃないですか、この部屋の電気。けどこのここを開けて、ここをちょっとこうやって回したら、その瞬間だけね消えたりするんですよ。ほら、わかる？ほら、いくよ。ほら、今ついた、消えた。まあ、この手法をね使ってずっとやってたんですけど、まあそろそろダメだなと思い、やっと今日電池を購入しまして、新しいやつにやっと入れます。新しいやつを入れます。いや、もうこの毎回この電池の蓋を開ける生活とはもうおさらば。さあ、トゥン。あ、もう今日から一発で何のストレスもなく電気をつけたり消したりできる。ありがとう電池。さあ、今日も腹筋です。今日も50回やっていきたいと思います。さあ、頑張るぞ。よし、はい。でね、いつも通り、あ、ちょっと角度が微妙かな、こうかな。はい、いつも通りね、こう手で指で数えながら今日もおしゃべりしたいと思うんですけど、最近ですね、私小説を読みまして、芥川賞をね受賞したことですごい話題になっている、あの推しもゆっていうね、あの小説を読んだんですよ。なんかその話はすごい、この動画を見てる方の中でもすごい共感できるわっていう人が多いんじゃないかと思うんですけど、主人公はなんかアイドルを応援していて推してる女の子、高校生の女の子で、もうその子の生きがいはそのね、自分の推しを理解する、解釈するっていうことが生きがいで、私死ぬ、めっちゃ死ぬんですけどっていうね、女の子の、まあ、ストーリーなんですけど、なんか普段私小説とか全く読まないんですけど、あ、その推しっていう存在って、なんかすごい今の時代、なんかすごい身近に感じる言葉だなとすごく私思うんですよね。なんか好きなアイドルだけじゃなくて、好きなキャラクターとか好きな芸能人とか、なんか推しって別に人に限らず無限にあると思うんですよ。だからなんかそういうすごい今っぽい話だよなと思ってね。私本はねあんま買わないので電子書籍で読むんですけど、すごく面白かったので皆さんにももうね、ぜひ読んで見てください。うわー、ひえー、50回に多分終わりました。さあ、皆さんもよければ一緒に腹筋やってください。そして、小説推しもゆぜひぜひ読んでみてください。バイバーイ。しんどい。